はい、どうも、キープオンリーワンラブ FK です。おはようございます。今日もまたですね、3時50分から教習なんで、3時前には出ようかなっていう、家を出ようかなっていうつもりでいます。で、今日は何をやるかっていうとですね、そろそろこの辺の方もやっていこうかなと思うので、この辺やりたいと思います。非常にどうでもいいんですけど、私今日誕生日です。ですね、まあ永遠の19歳から20歳になりました。まあ永遠の20歳に昇格しましたっていうね。では前回のこの辺からこの辺していきます。BLIZZQR さん、なんか今日の FK さん怖い。すいません、この時完璧に寝起きでした。まあ今も寝起きなんですけどね。BLIZZQR さん、ちなみに今日サバゲーです。野戦笑いこけ、野戦は難しいですからね、本当にね。で、怪我の危険性も本当に昼と違って高いんで気をつけてください。次はキティラブだな、18レオさん。俺も車好きです。車は日産の 180SX が一番好きです。 180 ですか。今私が下宿してるところのすぐ近くに止まってます、 180。 まあエアロパーツが付いててリトラクタブルが潰れてるんで、私はちょっとハッっていう感じですけどね。エコうまいようさん、FK さんスポーツカー好きなんですね。僕も車好きですよ。はい、大好きですね。はるくん777さん、走り屋家系いいですね。まだまだ禁煙中です。まあ走り屋家系でもあんまりいいことはないですけどね。乗りたい車とか乗りたいバイクにいちいちケチつけられるんで。はるくん777さん、この辺ありがとうございます。こちらこそ見ていただいてありがとうございます。藤田真一さん、動画お疲れありがとうございます。次は雑談ですね。ツナ缶 WW さん、ガラム20円上がるらしいですね。マルボロ気になります。マルボロは今のところ値上がりの情報は入っておりません。はるくん777さん、僕的にゼファーかエリミネーターだったらゼファーがいいかなと思いました。エリミネーターはちょっとアメリカン寄りだったので、僕アメリカンにあまり興味がなくて汗。でもアメリカンでいいなと思ったバイクはヤマハのドラッグスターです。日本製ですから部品が揃っててすぐに修理ができると思うからです。教師頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。まあ、アメリカンはあんまり好きな人少ないですからね、本当に。好きな人があんまり多くないですからね、本当にね。私のサークルもアメリカンに乗ってる先輩一人しかいないんですよ。同期の連中みんなアメリカン嫌いなんですよね。まあその一人だけアメリカンに乗ってる先輩が乗ってるバイクがヤマハのドラッグスター400ですね。実際その先輩曰く初めて買ったバイクがドラッグスターらしいんですけど、すごい乗りやすいバイクって言ってます。次は藤田慎一さん、動画お疲れありがとうございます。次は F 川刑事の怪談都市伝説、まあ、スポット紹介の、あれですね、 3S ですね。長渕聡さん1個目ありがとうございます。はるくん777さん、やっぱり FK さん霊感ありますよ。そうですかね、ないと思うんですけどね。今日久々の喫煙でセプタ吸ったんですけど、めっちゃ美味しかったです。 BLIZZQR さん、心霊スポットは行くもんじゃないですな。ほんと行くもんじゃないですね。藤田慎一さん、動画お疲れありがとうございます。浦添 86IFI さん、
沖縄在住です。おお。3DS ではユタがカマモットを襲ってくるって話もあるみたいです。怖っ。浦添 86IFI さん、次、3DS には行ったことないですが、末吉公園ってとこと大森、森川公園、あとは大山貝塚に行きました。最初の2つはあまりでしたが、最後の大山貝塚はやばい感じがしました。途中で引き返しましたね。次の日に目が腫れてビビりました。ただのものもらいだと思いますが、タイミングが良すぎてビビりました。なんかあるかもしれないですね。まあ私のネットの知り合いもね、沖縄に住んでるんですけどね。うん、この時の動画で話したかもしれないですけど、じゃあどうぞ消します。その知り合いもやっぱりね、 3DS とか大山貝塚は本当に沖縄のスポットの中でも危ない部類に入るっては言ってました。まああとはチビチリガマとかその辺も結構危ないみたいですね。次は雑談。まあこの時すごい愚痴っぽくなった雑談ですね。グリーントムさん、最近 FK さんの調子いいですね。その調子でお願いします。ありがとうございます。99RADIOSERVICE91997 さん、髪型めちゃくちゃかっこいいですね。いや、そんなことないですね。ありがとうございます。 BLIZZQR さん、いろいろとありますよね。何かを人に言うと少しスッキリできると思います。それでいいと思いますよ。自分も最近ストレスが溜まっているのでスッキリしたいです。まあそういう時はね、カラオケ行ってもいきりガーって歌うのもいいかもしれないですね。鉄拳8445さん、そう思うなら直接言ってあげなよ。直接言って話を聞かないから困ってるんですけどね。はるくん777さん、僕は感情だけで物事判断する人嫌いです。脳使わない人大嫌いです。同感ですね。あいつの話理解しようとしない人嫌いですね。本当に立ち悪いですよね。あいつの話理解せずに自分の考えを押し付けてくるやつ。あと自分の意思がない人も嫌いです。協調性がない人も嫌いです。FK さんの気持ちよくわかります。とても同感です。ありがとうございます。本当に、ね、他人が、他の人がどうだこうだって気にするやつ、本気で嫌いですね。マイペースかもしれない。私がマイペースなだけかもしれないですけどね。BLIZZQR さん、FK さんは霊感強いんですかね？怖いです。いや、全然霊感ないと思うんですけどね、私ね。その割に結構不思議体験するんですけどね。鉄拳8445さん、何のバイトしてんの？今はバイトしてないですけども、前は、パチンコ屋にいました。はるくん777さん、お払いしたのにまだいるなんてしつこい女の子だな。まあ、お払いする人が下手っていう可能性もなくはないですけど。やっぱり FK さんは霊感があると思います。わら。私自分自身ではないと思ってます。はい。藤田慎一さん、動画お疲れ、ありがとうございます。 BLIZZQR さん、みたいな、わら、ぜひ見てください。多分レンタル DVD とかもあると思うんで。ジュン、リサ、ミユさん、 K-POP のユーキズって知ってますか？動画頑張ってください。すいません、 K-POP 嫌いなんですよ、私。はい、ありがとうございます。まあ今回のこの辺はこんな感じですね。はい、この後ね、いろいろあるんですけども、まあ、はい、今週なんでね、また頑張りたいと思います。いつ終わるんだろうなっていう感じですけども、
教習終わり次第さっと帰ってね。うん、まあ、早く地元の友達と遊びたいですよね。うん、なんで早く終わらせたいと思います。はい、教習もね。はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあねー。